さあ始まりましたヤロッサ福井。今回はですね、東矢後地区下市町と金谷町にまたがりますこの下市山にやってきました。ちょうどこの時期、この下市山の名物カタクリの花が見頃を迎えているということでですね、その花を一目見ようと山を登られる方が今日は多くいらっしゃいます。そしてこの登山コースの整備、また里山整備の活動に取り組んでいるまちづくりグループ菜の花工務店東矢後の皆さんも今日はお見えになっているということで、そんな皆さんのお話も含めてご紹介してまいりましょう。それでは菜の花工務店東矢後の代表藤原さんにお話を伺ってまいりましょう。どうぞよろしくお願いします。お願いします。まずこちらに下市山ミルキングコースとありますけれども、はい、まあ、この東矢後地区というのはやはりこの下市山がシンボルとなっているんですが、どういった土地なのかというところから教えていただけますか。はい、里山という言葉が全国的に広がってきまして、はい、東矢後としてもカタクリの花もありますので、はい、里山にしようということで活動を始めました。普段どういった活動されてるんですか。まあ、大きな活動としては菜の花の育成と下市山の整備、はい、で2つの大きな仕事があります。もともとは阿蘇川の清掃から始まってます。うん、で阿蘇川をきれいにしようということで菜の花育成で掃除をして種をまく、それが始まりなんです。はい、下市山につきましては階段の整備とか倒木の整備とか草刈りとか木の名札の取り付けとか、はい、たくさんの仕事はあります。どんな方が何名ぐらい今活動されてるんですか。はい、大体30名ぐらいおりますけども、もともと山が好きな人とかそういう自然に親しむこと好きな人が集まって自分の空いている時間に楽しみながら整備に当たっております。そしてここに下市山に咲く花々ということで数々ありますけれども、はい、いくつかご紹介願いますかね。はい、花は全体で100種類ほどあります。そんなにあるんですか。まあ一つ一つ調べまして、はい、一応写真とかも撮ってはいるんですけども、はい、一番いいのはカタクリ、それからナニワズ、これはもう南限といって福井から南にはもうないんです。で、福井でも非常に珍しい植物で、あとまあたくさんありますけども、とても覚えきれないほどの花があります。それでは下市山にガイド役そしてメンバーの金森さんと一緒に行ってみましょう。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではレッツゴー、行ってみましょう。早速一つ看板見つけましたよ。金森さん、これ何ですか。これはね、何、はい、何わずと言います。何わず、何わず、言わず聞かず、はい、何わずなんて言っちゃって。そうです、そうです、そうですね、はい、そんな風に覚えていただけるといいですね。あ、そうですか。私みたいなくだらん冗談でもそれで覚えればもうベリグーです。いやー、ベリグーでございます。ベリグーです。これね、咲き具合としては今どういう状態なんですか。今ね、もうさようなら、終わりますよ、疲れたわという状態ですね。あ、本来はまた来年にもうちょっとこうパッと。そうです、もっと黄色いがもうイエローっていう眩しいイエローな感じですね。はい、本当に輝いたような黄色ですね。綺麗ですよ。登山道って感じでしょ。登山道って感じですね。もうまさに岩むき出しで、クスノキ科の黒文字って木によく詳しい方がつけてくださって、黒文字ですけど白文字ですね、書かれてるのは。ああ、そうです ね色白文字もあるんです、ね、白文字という木もあるんです。金森さん、私そういうつまらない冗談が、はい、かなりの数で出てきますんで、はい、よろしくお付き合いください。よろしくお願いいたします。はい、じゃあこの黒文字ね、黒文字さんちょっと木ごめんなさいね、ちょっと取ってみるとね、これ匂い嗅いでみると、うん、匂いすごい香りがするんですよ。あ、なんかラベンダーじゃないけど、そういう花の香りに近い、ね、高級和菓子料理和菓子屋さんの爪楊枝、それに使われる木なんです。黒文字、第一展望あった、第一展望書、自然を大切にしよう5、はい、振り返ってみてください。おほほほほほ、すごいでしょ。これは展望台です ねさっき言ったようにほら、日野川、阿蘇川、合流点、よく見える。街中で、そうそうそう、車運転しながら見るショッピングセンターとか、あの狐橋とか、あの辺りもね、見えますね。すごい、阿蘇山のライン、
ずっとここ今第一展望台でこれだけ見えますので、すごいでしょ。すごいですね。わずかこれ今10分ほどしか登ってないと思うんですよ。いやいいですね、皆さんもぜひ登ってみてください。この景色は生で見てくださいよ。反対コースから登られて、反対コースからあっちもあるんですか。まあ、降りるところから登ってこられた方々です。普段こちら登られますか。今日初めてです。今日初めて初めて登った感想いかがですか。綺麗な山道の感じはどうでしたか。道すっごい綺麗に整備されてて、はい、とても歩きやすかった。あ、そうですか。ではこの後もお気をつけて、はいはい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。すごいですね、整備されてるってやっぱ感じるんですね、初めて登った方でも、はい、整備されててねって言ってくださったでしょ。本当ですよ、生の高声ですね。たくさんのスタッフの人たちがすごい嬉しいです、はい、みんなが登らなくなった時期にもうコツ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 山に登って、うん、常に壊れた登山道を直し、顔に当たりそうな木を切ったりとかっていうふうにしてますのでね、はい、そういう人たちがすごく嬉しいですね。だから初めての人がそういうふうに言ってくれるとすごく嬉しいです、うん、展望、第二展望到着。せーの、ヤッホー。絶好調ですね。絶好調。いや今日もだいぶ絶好調でこんなお天気でもだいぶ絶好調ですよ。もうテレビをご覧の皆さんがだいぶ絶好調だなこの方はってもう分かってますからね。第一展望所のところからと違ってより一層霧が濃くなって、まあ、天候が荒れてきたわけですけれども、 それも登ってくる間のこの時間で上空ってこれだけ変わってるんだっていうのを感じますね、ここね。その通り、その通り。それからこの高さなのに雲海になります。雲海いいですね。すっごいですよ、雲海。ものすごい、すごい素晴らしいです。そんなところでそば焼酎でもいただきながら、うん、そうです ね、 分かってます。雲海、雲海ですよ。観測所の箱みたいですね、はい、でようこそって書いてありますけれども、これ落書き帳、登ってきた方々にね、はい、大学ノートが入っていますよ、その時の自分の思いとかをちょっと落書きしていってくださいっていうことで、はい、これをちょっと開けていただきますと、あ、ノート入ってる、ノートが入っていて、皆さん登ってきた方々にちょっと一言感想を書いていただきたいなっていうこと で、はい、でこのノート時々食ってみるとね、東京から来ました、浪速から来ましたとかね、荒島だけ登った帰りになんかここ来ましたとかね、やっぱりこれもね、先ほど言ったみたいにね、道がよくわかりますとか綺麗になってますとかって書かれてあるの見たりすると私たち嬉しくなるんですよ。やっぱりそれだけ年間通してずっと整備してますので、皆さんの思いがね詰まったノートということで、じゃあ私もせっかくなんでちょっと、まあね、あいにくの天気でだいぶやっぱ山を舐めちゃいけませんね。ずいぶん寒いですよ、春ですけど、もう手がかじかんでるんですが、せっかくなんでやろっさ、こよっさ、のぼろっしゃー、完成。なんかもう雨か雪になってきましたよこれ。雪1キロアップダウンがありますアップダウンがあります。階段80、これから今階段87登っていただいて、100メートルにしましょうよ。100メートルですか。1キロあります。まだ1キロは、うわ、はい、1キロすぐ着きますよ。そうですか、はい、すぐ着きます。はい、行きますか。はい、行きましょう。1キロ1キロ1キロ、ね、この看板に癒されながら行きましょう。あ、はい、看板にありますので、仕事のことを全く考えずに、カメラがあることを全く考えずに、ひたすら前を見て、前を見て1キロという数字を減らすことばかり考えてひたすら歩いてきました。私は減ってきましたよ、あの辺で300メートルになってましたからね、はいはい、ほら、片国のいかにも見ても片国、あ、でも谷でしょ、こう 谷ですね、谷でしょ、谷、山あり谷ありの、うん、あの谷寄りのまさにもう谷、そうですね、はい、うん、でもまさに片国の谷で、ここのところ今こうやって見ていただくと、はい、もうポツポツポツと紫色の、これが片栗の葉ですか。そうです。
そう。片栗の花、片栗の花ですか。花です。はい、あ、こっちもすごい。はい、こっちすごい。両方すごいですね。これ綺麗。この縞模様のこのほら、輪郭取ったみたいにこのほら綺麗でしょ。これ片栗つつき下からこうカメラ入れて皆さん結構撮ってますけれども、見どころとしてはこの片栗の谷だいたいもうちょっと進みますと300、400メートルぐらい進みますと、はい、片栗の道、道路の路って書いて片栗の道、はい、それを全くこの片栗が群生している間を通る道になってます。そこはもうちょっとここよりも日当たりがいいので、今がちょっとやっぱり今週ちょうどいいと思うんですけれども、今日ちょっと寒いのでね、片栗さんもちょっとしぼんだりしてますけれども、道、この谷と道の方が見どころです。あ、はい、だから道で見過ごしてしまった人は1週間後にこの谷に来るといいんです、はい、だから2回楽しめるんですけれども。着いた着きました。着いた着いた着いた、お嬢様です。やったよかったですね、頑張りましたね。長かったです。長かったですか。標高が260メートルですね。そうです。あの山肌が白っぽいのあれ桜ですか。山肌の白っぽいの、あ、桜かもしれないですね今。ということは、ね、あれ阿諏訪山ですね。阿諏訪山ですね。うわすごい覚えません。阿諏訪山より高いと思うでしょ。阿諏訪山を見下ろすこれはすごい。いいでしょ。いいでしょ。ないですね、これね。いいでしょ。まあ、ただここからはもう降りるコースということなんですけども、そうですね、先ほど見た片栗の花、はい、まあ、もっと群生してるその片栗の道、はい、この先にあるんですね。あるんです。もう看板が見えてきましたけれども、はい、ここまっすぐ行くのと、左に曲がるのがあります。ここに曲がって、はい、片栗の道。あ、もうここですか。あ、あった。ここですね。ここですね。はい、まっすぐ行くと工場地っていうのがあるんですけどね、今日は片栗の道の方へ、はい、このロープに従って入っていきます、はい、で、まあ、下のところにちょっと平地ではないですけれども、ちょっと群生する場所なんですけれども、あ、そうですか。両脇にここが、そうです、両脇に片栗がいっぱい咲いてる。ここが噂の片栗、例の、はい、あれですね。そうなんです、はい。上向き、上向き、中途半端の感じですね。上向き、もう稲葉なんです。全くの稲葉は反り返るんです。へえ。反り返る。全部下向いてます。なかなかないですね。今日反り返ってる感じはないですね。こうやって見てもね。それはなぜかというと気温のせいですね。気温。あ、みんな下向いてますね。今日ね。下向きですね。ちょっとね。降りてきた、はい、260メートル下ですね、これね。到着です。はい、到着です。ルッキングコース、こちらは今私たちは向こうの御厨ショーズコースから登ったじゃないですか。地図ありますね。そうですね、この、あ、ここから登ったんですね。山をぐーっと一回りして、頂上日は通り越して、このため池というところに、ここになるんですけれども、はい、に、あ、これは今ここですか。そうですね、ここですね、ここですね。で、ここはもちろんここから素晴らしい看板があるので、はい、ここから登る方も当然います。いわゆる今の我々で言うと逆ルート、反対ルートですね。はい、そうですね。率直に疲れるもんですね。疲れましたか。随分な距離でしたね。でもいい間と疲れだと思いますよ。これは定期的にね、ハイキングコースにしたりしてると、またそれなりに楽しめるのかなというふうに思いますよね。はい、楽しめると思います。四季折々ですので、はい、お疲れ様でございました。お疲れ様でした。一周しました。一周しました。それでは藤原さん、最後にですね、テレビをご覧の皆様にもお伝えしたいこともあると思います。その思いも含めまして。菜の花工務店東屋子の今後の目標、一言お聞かせください。はい、今後も下市山の整備と菜の花の育成については続けていきたいと思います。そして下市山につきましては、皆さんが安全に登っていただくためにも今後ずっと続けていくつもりでおります。そして東屋子には素晴らしい山があるという
それをまた皆さんに分かっていただくように今後とも整備を続けて、みんなできる限り頑張っていきたいと思っております。はい、菜の花工務店東屋後藤原さんにお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。